どうもー、どうもジェニンです。どうぞよろしくお願いしますってことでね、1月7日、今日も下馬の話、やらせてもらうんですけどねってマジで。いいことで。ちょっとね、また、久しぶりってことで、負けたの、まあね、ボロ勝ちっていう、ことで、ちょっとね、これ、久々の家配信、ちょっと2日うん。1月の2日に、現地、ね、ほんと久々にね、お届けしましたけどもね、ちょっといかがでしたでしょうかみたいな、いうことで、ちょっと家にね、もうほんと、いろいろこう年末年始、実家にもちょっとよりの、園田にも行きのってことで、久々にちょっと今、自宅に戻りましたってことで、なんでバボって何の音だよみたいな、いうことで、ちょっとね、テンプスが、絶好調ってことで、もう本当に、いや、本当もう、なんて言うんだろう、JRA、出だし絶好調みたいな、マジで、完璧すぐるよなって、これ、マジで。ちょっと完璧すぐるみたいな、励ましておめでとうございます。ハゲてねえよだから、ハゲてるけど、ハゲてねえよみたいな、別に年始に励ましたみたいなね、それでおめでとう、おめでたくないからみたいな、いうことで、いや、ほんと、やった、マジで。ここまでね、ほんと、テンプスね、もう最初、ほんとに、もうこれ、やばくねみたいな感じになってたけど、しっかりと、しっかりとやっぱこうやりきってくれたなっていうところが、もう重要。ここから、どうも、クルーさん、本日も来てくれてありがとうございますということで、地方競馬で馬主やってます、ジェリンです、どうぞよろしくお願いしますということで、なんとね、このミーティーでね、シンバ買って、馬名皆さんにつけてもらってるんですけど、ちょっとこれはね、中古で買った馬なんだけど、地方競馬で、連勝中ってことで、このまま中央競馬に進出、免許もね、去年取りましてっていうことで、よかったねっていう、年始から、1月2日から、圧勝っていうことで、ちょっと絶好調なんで、そんな配信を、お届けしておりますので、よかったら来て、見て、最後まで言えなかった。最後に、一口全口ダーブっていう、もうちょっと、君たちな、ほんとな、何回も言わさないで、マジで。全口だから、マジで。ローってもんな、キタキツネ呼んでんのかよ、みたいな。ハゲおめでとう、どういう状態やねんっていう、だ本当に、やっぱりこうなんか正しいことをやってたら報われるよねみたいな、それがもう本当ね思いました。やっぱ飯田先生ね、それから吉村ジョッキー、もう完璧だよねっていうマジで、口臭いですっていう、それは歯磨いてないからね、それは無理ですよみたいな。テンプス好調だけど55絶不調だねっていう。55はもうだって去年勝ちすぎて、クラスが上がっちゃったからね。だって大体走ってるクラスが55とテンプスほぼ一緒なんで、ちょっとそれちょっと厳しいよねみたいな。だからもう本当に、なんて言うんだろう。もうこれテンプス、やっぱり岡田総帥の、なんて言うんだろう。岡田総帥のやっぱこうなんか、影響を、初めての地方競馬の初勝利も、マイネルブレスだったよねみたいな、やっぱ中央も、テンプスでいっちゃう系かなみたいな、マジで、単なる持ち競馬だろう、どんな競馬だよ、だから、いや、本当にもう完璧すぎたよね、マジで、もう絶好調すぎたよねみたいな、あさってのティアラ出走するメンバー、弱すぎて、やばすぎっていう。ただその中でも一番タイム遅いのうちみたいな。ちょっとどうすんのみたいな。テンプスを JR に入れてからのマイナス収支がどこまで行ってしまうのかに期待してる。ごめんな、本当申し訳ないんだけど、もう JRA って、なんて言うんだろう。無事にしっかりと、走っちゃったら、手当てだけで回っちゃう系みたいな。だって俺が調教つけるから。もう本当それはもう申し訳って感じで、まあ技術があるんでね、まあ、競走馬に乗る技術があるんで、まあ、それが全てだよな、みたいな、そうそうそう、ティアラまだ走ってるね、まだ走ってるね、うん、明けの3歳になりましたっていう、うん、マウキューから本題入れってことで、まあとりあえずね、今日は、まあ、テンプス、まあ、縮小会っていうところからまあ入ろうかなと、うん、まあそっからの、そうだな、まあそう、新しいね、そう、いや、ようやく新しい、ホームページが、まあ、できておりますよってことで、その辺もちょっとね、これお届けしながら行こうかなみたいな、そうそうそう、しんちゃん、ZOZO タウンが100万円くれるって多いっす、あらしいねっていう、社長がなんか100万円、100人、1億みたいな、うん、ちょっとね、正直言って、まあ、そこは、まあ、ちょっと格が違うというか、もう正直そこまでは無理みたいな、俺にはっていう、うん、だからそこは、まあ、なんて言うんだろう、そのその自分の身分に相応な、身分相応なぐらいでね、うん、まあ俺はその1億あったら、普通に馬全部買うわって、全力で買うわっていう、そうそうそう、おい、ハゲ来てやったぜ、ね、オシスってことで、まあちょっと明けおめってことで、そうそう、なんでトンプクって、もうなんかもう一文字も合ってねえじゃねえかよっていう、余計なことするなって、なんもしてねえだろっていう、だから、もう本当に、やっぱ俺が、そのなんか、やっぱ競走馬に乗る力を馬主が自ら持つことによって、まあ、本当にこれから俺ちょっと、まあ、バブっちゃうんだなっていう、もうそうとしかも思えないみたいなマジで、うん、ティアラ4月まで現役で走らせるのっていう、まあ、ちょっとシンバとの入れ替わりかななんて思ってますっていう。うんいつもの乾杯させてってことで、ちょっとね、乾杯するものが、まあ、ないっていうのは、ちょっと時間もあるんでね、まあ、ちょい行こうかなみたいな、まあ、今日はね、ちょっと話すことがちょっと多すぎてみたいな、そうそうそう、前さんは100万を100人にっていうのに、松野はリスナーに何の還元もしない肩書き社長のただのハゲ、関係の、お前らに何のこれ、なんか世話になったんだよって、バカ野郎、マジで、もうちょっとな、なんだろう、もうちょっとこう貢献してから物を言えっていう、服を買って、でなその下たちに還元しますよって話をしてるわけで、君らを邪魔しかしてねえだろ、邪魔しか、マジで、もうちょっと頑張れよって、マジで、早起きさない顔出せって、どういう言い方あるだろみたいな、そうそう、いうことで、まずはどっからいこうかな、まずは、コントロールデスクトップってことで、どうも、ジェニーです、どうぞよろしくお願いしますってことでね、いうことで、こちら、はい、まあ、ほぼほぼもうサイト完成しましたってことで、今ね、またテストで、まあ、金3層を今載せましたみたいな感じで、で、佐藤さんにもね、あげてもらいましたよっていう、そうそうそう、マテラス会って大損こいたから勝たしてっていう、まあ、勝たして勝たなさしてみたいなところはちょっとね、まあ、テンプス信じとけよっていう、もうそれだけだよなみたいな、テンプス実装どこっていう、まあ、もうちょっとね、習得賞金積みたいなっていうところ、うん、あとはまあ、中央の権益もあるから、まあ、そのちょっとこう、タイミングを測ってるみたいな、うん。テンプスを10万で譲っていただけません残念ってことでね、ドンマイっていう、そうそう、そんな待つのは小物で終わるんだよ。だから何回も言ってるけど、俺、感謝してる相手に対しては、もう全力を尽くして、もう、お返しをしますと、お前ら邪魔しかしてねえだろっていう、そこ言ってんだよっていう、早く察せっていう。ゲーハー兄さん、ハゲおめでしょ。ハゲおめ関係だから、ハゲおめって言葉ないから、広辞苑で引いてみろよっていう、ギャギャーみたいな、もう見ないでっていう、そうそう、お前はハゲって笑い取って、俺らに貢献しているなっていう、別にハゲで笑い取ってねえからっていう、俺は競馬、馬主というな、馬を通じて、馬主としての馬を通じて、夢と感動を与えてるっていう、そういうことだよ。うん、そうそうそう。あれ、ここはやったよね。このまあ、去年のレースはやって、で、今回のレース、このレースは、まあ、引き続きみたいな、そうそうそう、俺らアドレン出して協力しているだろうとか、だから何回も言って、その妨害しかないから、妨害しかみたいな、しかもここは別にアド別にないみたいな、うん、色もね、完全にスマイネルブルーで全体統一されておりますみたいな、そうそうそう、いうことで、まあ、これ、ね、テンプス、こちらっていうこと、もうこれ、どんどんやってっていいから、これ。そうそうそう。結構応援してんのに、なんなのマジでデリカシー。何回も言ってるけど、大半の、これ、妨害行為にしかなってないよねって、これ。この配信を見て、このコメントを見て、これがなんか応援に捉えられますかっていう、難易度高すぎるわっていう、そうそう。これ、サイト、個人情報、ダダ漏れって別に個人情報なんもねえよっていう。見るだけだったら、別にユーザー登録も何もしなくていいですっていう。その写真を投稿するのにはユーザー登録が必要みたいな。別にメールアドレスがあれば別にやれるだけだからっていう。そうそう。今日の配信は自慢は、自慢というか、うちの名馬、うちの優秀な馬たち、すごいよねみたいな、そこをちょっとね、語っていこうみたいな、そうそうそう、口取りでズラかぶった、ズラってどういうことやってる、一応ね、正月2日だったんで、俺も行けましたよみたいな、そうそうそう、いうことで。でこちら、はい、ってことで、ちょっとね、映っちゃってますね、みたいな。これマッキーみたいな、いうことで、テンプスを見ながらね、ちょっとこれ配信しながらだよ、これ。これね、配信しながらってことで、そうそうそう、やらせてしまいましたっていう。今日は、どこもかしこも混んでる。あ、そうなの？いや、もう今日は長い連休の人は初日みたいな感じなのかな。仕事して普通に帰ってきたから、ちょっとよくわかんないけど、トリマーポンで、から行きましょうかね。モーニングといえば名古屋が全国的には有名ですが、大阪にも負けません。何の話やんだから。競馬の話してますかみたいな。そうそうそう。アドマイヤ、定期。だから何回見てると、もうスマイネルブルー。スマイネルブルーってことで。そうそうそう。ね、こちらってことで。テンプス、なんて言うんだな、もう風格すごいよねっていう、そうそうそう、怒らないで、怒ります、はい、激怒ですっていう、お前、そのバスローブ洗ってるの、洗ってませんよ、だから、洗うわけねえだろっていう、そうそう、シフトセキュリティの社長なら、少しきちんとした清掃で、正月一発目、あれを励んだから、何回も言ってるけど、ユニフォームリラックス。ラグジュアリーみたいな、そうそうそう、松の本体ですねっていう、そうそうそう、風邪はひいたけど、熱が出そうで、出ないのが一番最悪のパターンだと思うのですよねっていう、ちょっと何言ってるか分かんないですけど、最近ね、インフルエンザとか年末年始でもまたやっぱ流行ってるみたいだから、そこはちょっと気をつけるべきみたいな、そうそうそう、ここに今日の素敵な朝焼けとか投稿してもらって、何回見てるけど、スマイネル軍団とか書いてあるの、これね。スマイネル軍団ってこれ。これに関わるものをお願いします。はい。これに関わるものね。そうそうそう。今日は一段とガタイがよろしいっていう。ガタイってこれ、馬？俺みたいな。俺はもうちょっともうちょっと年末年始、あとこの首が折れて、ちょっと全然鍛えてないみたいな。そこはちょっと困ったもんだよね、みたいな。そうそうそう、いうことで。ねえ。ほんとね、なんだろう。吉村さんも言ってたけど、やっぱ馬力がついてきた園田で。飯田先生の技術でね、やっぱり馬が仕上がってきたよねっていう、そうそうそう。昨日、穴掘り地点から5メートルぐらい手前が気になる。何の話なんだから、何回も言ってるけど、馬の話してますっていう、そうそうそう。寂しそうな顔。そうか？もう凛々しいよね。やっぱスペシャルウィーク3区って感じがするよねっていう。そうそう。テンプスには小牧を乗せてよっていう。まずは中央行ってからね。一応俺的にはやっぱり、柴田大地、これ行きたいよねっていう。やっぱスマイネル軍団だからでっていう、そうそう。やっぱ働くってこと自体ストレスになるだろうな、目覚ましになる前にパッと目が覚めたっていう、そうかっていう、キノコ棒っていう、何の話やねんだから、どの話やねんっていう、うちのマンションの1階が血まみれだったから、向かいの警察に通報したら、大事になってるっていうね、もう未解決殺人事件ですかっていう、そうそう、天ぷらの500万デビューはいつなのかっていう、500万、500万下のデビューは、一旦もうちょっと習得賞金を、園田で積みたいですねと。で、あと、検疫、そのJRA の、松山先生側が、受け入れ体制が整いつつみたいな。だから、あと1回、2回勝てたら、ちょうどね、習得賞金的にはありなんで、そこまでちょっと頑張れたらいいなとは思ってるんだけどね。そうそう。南関東若手機種にインフルエンザ蔓延。そうそう、だから、別に競馬じゃなくても結構ね、インフル、流行ってるみたいな、そうそうそう、いうことで、本年もよろしくお願いします。よろしくお願いします、こちらこそっていう、そうそう。凛々しいなテンプス。ね、かっこいいよね、これやっぱね。スマイネルだけにこれね、ブルー。ね、これ、ちょうど吉村さんも4枠で、まあ、これ、めんこもね、まあ、飯田球したら青みたいな、お相当いいよね、みたいな、そうそうそう。松野さんの愛人を投稿してもいいですか？いいですよ。愛人どころか彼女もいないんだけど、一人でもいいからくれよ。今日も何もしてないんだけど、外はもう暗いっていう。まあ今もう 10時だからね、暗いですねっていう。テンプスは吉富でっていう。まあちょっと俺にも選ばせてくれよみたいな。柿の種わさび味を食べて慣れると普通の柿の種だと物足りないねっていう。まあちょっと刺激が欲しいねみたいなね。そうそう。今日夏頃 JRAB。何の話じゃないんだから、もう今年夏頃 JRA、何の話じゃないんだから、これ。賞金稼ぎすぎて1000万にならないの、まず500万じゃなきゃ厳しい。あ、分かって、それは。うん。これ1000万稼ぐって相当だから。うん。だからもう、まあ、とりあえず200万稼いでると、なんていうんだろう、中央入ってからのその手当とかちょっと違うんで、ルールが。なんで、そこまではちょっと行きたいなと思って、それからあと80万ぐらい。うん、だからあと、まあ、B1 発か、まあ、C2 発かみたいに C2 発はもうないからポイント的に、うん松山って三流調教師で有名なあの松山ですかっていう多分違う先生かな全然もう超優秀っていう、うんずっと気になってたネット広告の女の人があそうなんだおめでとうっていう小倉か福島の小回りで1007安城は山田に依頼して勝った時にお前がいいコメントしたら英雄になるぞっていうマジでっていういや山田まずちょっとね JRA の機種がまだよく分かってないから、もうちょっと、まあ、柴田大地と、まあ、足んないぐらい、しかもちょっと分かってないから、まあ、ちょっとここからちょっとね、まあ、主戦的な、うん、まあ、ただ、そのだと同じように、なんかもう、このね、もうリーディングジョッキー、リーディング厩舎みたいな、まあ、それぐらいのレベルが、まあ、できるかっていうと、ちょっとね、まだすぐには難しいかなとは思うけどね、うん、そうそう。小牧に吉富おじいちゃんテンプスっていう、まあ、おじいちゃんというかね、もうちょっと、まあ、できれば、なんだろう、全力は尽くしたいなみたいな、そうそう、キノコ部は厩舎の人っていう、キノコ部、なんだろう、ヘルメット乳首みたいな、うん、あれは、まあ、そう、厩務員さん、担当厩務員さん、うん、そうそう、こんばんは。ノブ誕生日何かしました。あ、お母さん誕生日は、ケーキを買って、花をあげましたみたいな。妹と、半分ずつ出して。そうそうそう。春らって1000万稼いでたよなっていう。1000万稼いでたっけ入着でうん。いや、そこまで無理だと思うけど。そうそう。年間1回もプラス収支にならずに馬主人生終わるんだろうなっていう。まあ、そういう人が多いよね。ただまあ、もう見えてるよ。マジで。もう、今主として、もう多分これで生きていけるんだろうなっていうのが、まあ、見えてきたよねっていうのは、確実な、そうそうそう、総帥は結局無能なのっていう、いや、総帥は有能だから、こうやってテンプスっていう馬が、まあ、存在するっていう、うん、ただまあ、やっぱりクラブなんで、やっぱ経済的に先あっても切らなきゃいけない時もあるみたいな、そこをちゃんと、まあ、引き継ぐっていうのが、まあ、スマイネ軍団、まあ、やっぱ岡田総帥を、まあ、尊敬する側としてやっぱり、うん、やるべきことみたいな、そうそうそう、山田は距離間違えた、あの子か、新潟の、なんだっけ、新潟のダート2500とか。だったよねっていう、そうそうそう。山田君っていう優秀な若手を乗せようっていう。なんかね、あったね。まあでも、とりあえず、レース出る前に、自分が走る距離ぐらいはちゃんと分かってほしいな、みたいな。そうそう。日本が出国すると1000円の税金取られるし、マジでどういうことそれ、うん、入国すると1000円なんかもらえるじゃなくて、逆に今年のクラス制度変更でずっと2、3着という馬が出てくるかなっていう。まあ、ちょっとね、そこはあんまり、なんていうのそこを狙ってしまうようなことになってしまうと、まあ、経済的に言うとね、そうなんだけど、その正解なんだけど、まあ、それだけそういう感じの馬が出てしまうと、JRA どうするんだっていう話にはなるけどね、まあ、地方は、そうやって2着、3着の賞金でも、まあ、どんどん積み上がっていけば、なんていうんだろう、昇級になっちゃうから、うんまあ、むしろねっていうのはあるんだけど、なんだ、中央だと、まあ、1着にならない限りは、今のルーターとね、うん昇級しないみたいなのがあるからね。そうそうそう。山田は距離を間違えた騎手だよ。今週末から復帰予定3キロ減の2年目だしに乗せてやったらどうっていう。まあ、それはまあ、園田でもそうだけど、調教師の先生と話しながら、まあ、どうしようかみたいな。うん。まあ、とこになるかなとは思ってるけどね。そうそう。右端の間傾いてない。右端の間宮島とかね、もう、このレースな、この、5番、もう、あわよくはテンプス、なんか突撃みたいな感じになりかけてたんだけど、これ。これ、ほら、もうここ。もう大変よ、これ、マジで。うん。大丈夫かみたいな。そうそうそう。もうね、なんだっけ、勝っちかもね。名前が勝っちゃうかもね。全然負けちゃうかもねっていう、こんな。これ、よれてたら、そうそうそう。まあ、いうことで。もう、はっきり言って、もう余裕すぎて、レース自体は。まあ、あとちょっと動画、ごませさん動画ないみたいだから、普通にリアルな動画で見てみてもいいけど、もう余裕すぎてみたいな。そうそうそう。高級ないのは馬主にとっては痛い、本当に。だから地方だと、まあ、各場ごとにその高級ルールはあるんだけど、まあ、園田は割と高級しやすいというか、まあ、勝てなければ、まあ、しっかりと高級してくれてっていうのがあるから、まあ、割とその勝てないまでもいずれはねっていう、こうチャンスを待ってっていう夢があるんだけど。うんまあちょっと厳しいよね。そうそうそう。一口にも厳しいで、スーパー未勝利もなくなったしっていう。まあでもスーパー未勝利って結局最後の一発みたいな感じだけだから、まああんまかなっていう。そうそうそう。でも高級ないのはね、やっぱりね、厳しいだろうなっていう。ただまあ、俺狙ってるところは基本的には自分で調教つけて、やっぱ障害飛ばしてっていう、そこだから、まああんまかな。あんまそんなに、うん、そこまで強い影響はないかなとは思ってるけどね。そうそうそう。お年玉あげたっていう、あげるわけねえだろ、そんなもん。いくらかかんだよっていう。高級ないけど、やっぱりダメってなったら、制度復活する。いやー、どうだろう、ないと思うけど、やっぱり、今のその、理事長だっけ ?JRA の。うん。なんか、改革推進派みたいな。うん。らしいよ。まあ、どうだろうな。まあでも、なんか、その馬を現役として生かしてあげられるような制度はできるだけ残してほしいなとは思ったけどね、やっぱ、まあ、どうなんだろうな、でもまあ強い馬じゃない馬がね、ずっと行ってもらっても困るわっていうのも、まあ分かるは分かるんだけどね、まあ、どうなんだろうかみたいな、障害にも挑戦しようよ、お重みたいに化けるかもしれんから、いや、だから飛ばすんだよ、だから俺が調教するから、外給で。で、俺が障害飛ばして、またそもそもなんだけど、その障害ジョッキーが乗って、この馬が障害飛べるかどうかっていうのを判断して、無理って言ったらもうデビューすらできないから、どんだけ出したくても。だから、事前調教が必要なんだよ。だそこ重要っていう。そうそうそう。高級やめるって、ますます殺処分増えそう。まあ、ちょっとね、まあ、なんていうんだろう、高級もありません。なんだろうあとなんか変わったっけ制度。まあ、あと、やっぱ出走手当も、なんか、例えば地方からもただ戻っただけだと、減額されるんだよ、結局は。だから、なんて言ったらいいのかな。まあ、やっぱ強くない馬、しょぼい馬は、もう早く出ていってください的な感じは、メッセージとしてはよく感じる。そこはね。でもそれはまあやっぱり競馬の本質だから、春うららみたいなものをなんか良しとしてはいけないと思うんだよ、それはね、やっぱり、武豊さんも言ってたし、やっぱそこは、やっぱなんか、勝つことがやっぱり競馬の一番のこう、まあ、目的というか、そのためにみんな一生懸命ね、馬主も調教師もジョッキーも頑張ってるわけだから、まあ、やっぱそこを本質に考えていくのは、まあ必要だよねっていう、そうそうそう。松野はわざと高級させたりしないのっていう、まあ、わざとはどうだろう、まあ、中途半端な着を取るんだったら、なんかもう、なんだろう、勝ち目があるレースだったらもちろん勝ちに行くんだけど、もうこれはどう頑張ってもやっぱり拾えて着だよねってなったときは、まあ、やっぱり高級でその一発目にかけるとか。っていうのは全然あるよねっていう。そうそうそう。ダートバーは地方行きが増えて少し地方のレベルが上がるかなっていう。まあ、結局、どうなんだろうね。ちょっとわかんないけど、まあ、地方は地方でね、やっぱり、なんか生え抜きがやっぱ欲しいから、まあ、シンバをなんとか入れたいねっていうのはもう、その名も含めて一生懸命やってんだけどね。そうそう、はい、本題入ってるだろ、だから、ずっと今、こんな競馬トークをしながら、このね、写真を振り返って圧勝劇みたいな、素晴らしいだろ、みたいな、そうそうそう。松野さんは、森萩先生は、尊敬しないの、現実忠義、賞金本位で稼ぐ中央の長期、あ、そうなんだ。いや、そんなにね、まだ、なんて言うんだろう。そんなにまだ中央歴とか全然ないんで、まだ一掃もまだしてないんで、まあ、これからかなと思うけど、まあ、とりあえずまずはでも勝ちに行きたいと、まあ、賞金ももちろん大事なんだけど、やっぱ勝ちに行きたいと。で、俺のその方針とか、やっぱその俺も乗るというところを含めて、こうやっぱり外給との連携を理解してくれる先生という意味で、まあ、松山先生とまず行こうという決断はしております。うん、そうそう、調教師もいらなくね、外給の力強くねっていう、まあでも結局、ルールとして、その出走10日間、出走前10日間は、もう入給してなきゃいけないとかっていう、そういうルールもあるわけだから、うん。まあ、じゃないと、調教師の意味っていうのはね、なくなってしまうんでね、そうそうそう。だそれはそれで、必要とされてるんですよ。うん、そうそう。高級なし、地方移籍時期早まる、元から地方馬勝てなくなるっていう、まあ、どうなんだろうな、結局、地方に降りるスピードが上がってってなった時にどうなるかみたいなね、まあ、でも結局、それ、中央に戻ってくんだったら、まあ変わんないかなみたいなのもあるんだけどね。そうそう。高級ないと間違って勝っちゃった馬が2桁3敗続けて引退しちゃうようになるんだろうなっていう。高級ないと間違って勝っちゃった馬。ああ、そういうこと?いや、全然ある。だからそれは本質なのか、まあそれとも不幸なのかっていうのはちょっとわかんないけどね。でもそういうことですよ。うん。高級がなくなることで中央でも八百長は起きないのかね。2着にずっと甘んじた方がお得感。いや、それはね、今もあるよ、多分。今も普通にそういうのはあり得る。だそれが八百長なのかどうなのかは分からない。その2着に来るのもそもそもすごいしねっていう。そうそう。まあ1着勝てるのをわざと2着に負けさせるようなことは、まあそんな技術はなかなかないからね。うん。だ難しいと思うけど、だから、要は、なんか冗談なのか分かんないけど、2着、3着ずっと続けた馬が勝っちゃうと馬主が怒り狂ってたみたいな、そういう話もあるぐらいね。ただまあ、その1着と2着を、なんだろう、狙って1着の馬を2着に落とすような技術っていうのはなかなか難しいよ。馬も、やっぱ馬は自転車とかバイクと違って生き物だから、そんな微妙な止め方はぶっちゃけできない。うん、結局全力で追った結果として2着1着っていうにしかならないからね。そうそうそう。後継あった方がいいよ。JRA 馬主として反対しようっていう。まあでも俺まだね、そんな力もなんもねえしっていう。そうそう。テンプさすがに疲れてるから2週ぐらい空けるんでしょっていう。まあちょっとね、まだ、まあこのレースだと、見てほしいんだけど、もう全然、もう余裕、もうこれこそ、まあ別に、八百長でもなんでもないんだけど、もう余裕すぎてみたいな。うん。これめっちゃ細いね、これ。めっちゃ遅いっていう、そうそう。もうこれ、ね、一番軽い大外まで余裕に出して、もうみんなこれ追ってんのに、全くこれ追わず、もう俺が乗ってても全然勝てるぐらい、うん、このレベルっていう。うん、プラワイド引退、いや、まだ全然、まあ全然っていうか、本当はもう今年って思ったけど、ちょっと金がやっぱないから、もう1年やろうかなっていう。頼みませんのに延長ありがとうっていう、あ、こちらこそっていうね、そうそうそう、ちょっと延長ちょっと止めなきゃみたいな。森先生は弥生賞で未勝利バーのヘビータンクを出走した。調教師ね。いや、それはちょっと俺は違うかなと思う。まあ違う、まあ否定はできないんだけど、やっぱ経済回んないと無理だから、うん。そこまで否定はできないんだけど、なんて言うんだろう。ね、まあ、こんな感じで外に、ね、スッと外に出して、もうこんな余裕なレースあるのかなみたいな。もうで、内側を見て。うん、で、もうチュチュって感じよ。もうチュチュっていうのも、まあ、軽く気をつけて、はい、終わりみたいな。こんな感じね。いや、ほんと賢い馬だって、吉村さん言ってた。うん、吉村ジョッキー。テンプス。まあ、非常に乗りやすいと。うんそうそうそう。外給って近所のファミマの駐車場とかダメなのって、ダメに決まってるんだ、そんなもん。まあ、そこでどうやって調教つけるんだよっていう。上のクラスに上がるより、下のクラスで走った方が稼げるってこと。そうそう。だから、要は、ね、10着では賞金0円ですよねと。でも2着だったら、賞金が、まあいくな、ね、中央だったらそれでも100万ぐらいもらえ、100万、200万もらえますよねと。だったら、中央っていうのは、まあ、地方だと2着、3着、1着、3着でやってたら、もう上のクラスに上がっちゃうんだよ。そういうルールだから。うん、ただ、中央は1着にならないと上のクラスに行かないから、習得賞金が加算されないから、そういうことがまああるよねっていう。だからそこ変えたらいいよね、むしろねっていう。どちらかというとね。うん、ただ、まあそこを残すというところも、なんだろう、結局ね、クラスも1勝馬クラス、2勝馬クラスになるんだっけ。うんまあ、ちょっとそこのこだわりはちょっと俺もよくわかんないけど、でも今までのルールがあるから、まあ、急にそこは変えられないんだろうね。うん、そうそう。テンプスの首硬くないですか？ティアラとまでは言わないけど、首高いですよねっていう。まあでもなんだろう、芝馬だからね、柔らかい方だと思うんだけど、信者チーズ、チーズってことで、ね、テンプス、連勝みたいな、そうそう。なんでテンプスに口取り乗って一周回らなかったんだよ、神回チャンスまで。だからな、事故になる、事故。これ別に普通に競馬法のルール上で、乗っちゃダメなんですよ、ここ。本当に。うん。ここはもう、その競馬関係者。で、その馬主は競馬関係者は馬主できないっていうのもあるから、俺が普通に乗って、さらっと流してなんか、行ったら、おいおいってなるだろ、それは普通に。いや、乗れるけどね、普通に。うん。まあ、普通に俺、草競馬出てるんで。阪神馬主協会理事の木村オーナーや近藤律さんなんて、俺が本気出したら大したことないって、松尾さんが寝言で言ってましたっていう。いや、俺言ってねえよ、だから別にそんなこと言ってませんよ。先輩方々にね、そんな立ち向かうことはしませんよ。ただ、俺は馬乗れますけどねっていう、うん、それだけですっていう。うん、ハゲ松のこんばんは、なんでうすらハゲいらねえだろっていう、いうことで。まあ、テンプスね、本当に、うん。なんて言うんだろう。まあ、俺のやっぱ相馬眼って、凄まじいなっていうのが、これで皆さん分かっていただけたと思いますよねっていう。千代芝であれだけ詰めて使ってても足が壊れなかったから、オークションで買ったのは大正解だったっていう。まあ、やっぱ丈夫なことは一番だよね、確かに。うん。で、あとはもう、まあ、芝しかできないのか、ダートもやれるのかっていうのは、俺がまあ、その決闘から、まあ、一発で、まあ、見極めちゃったよね、みたいな。もうそこね。そうそうそう。もう全然、もう何にも追ってない。うん、本当に。こんなレースあるんだよねっていうぐらい追ってないから、まあちょっとそこは後で見よう。そうそう。テンプス勝ちまくってるのに、地方ってなかなかクラス上がんないですね。あ、これはね、ちょっと実は特集で、年末年始の、まあ、いわゆる連投馬限定縛りレースみたいなのがあって、ポイント加算されるのが1月の4日、なんだよね。なんで、年末に1回勝ちました。で、本当は昇級なんだけど、ポイント加算されるのが1月の4日だから、そのままポイント加算されずにもう1回同じメンバーでみたいな、ちょっと意味のわからない状態になってしまって。うん、で、結果、今日もうポイント修正入ってるんだけど、200ポイント加算されてるから、もう C1 の上か、の方になってる。うん、そうそうそう。有馬記念でブラストワンピースの口取り式に出た。あ、そうなんだっていう。シルクの会員さんかな。ね、おめでとうございますっていう。うん。以前でも多く分取って考えの調教師だと、稼げさえすれば勝つ理由なんてなくなっちゃうんだろうなっていう。稼げさえすれば勝つ理由。でも、逆に言うと、調教師は、賞金が入らないと1円にもなんないから。だから勝たないとか、まあ、5着以内に入んないと、何の意味もないですよ。何の意味もない、本当に。何の意味もないというか、1円の足しにも、1銭の足しにもなんない。うん。まあ、あとは、予託料として、馬主から、まあ、徴収するっていうのしかないから、うん、まあ、どうなんだろうねっていう、そうそう。テンプスの後ろにいるのが、今までのスマイネル軍団っていう、テンプスの後ろ、これまあ、でも、だから、結局、馬主として俺が成長してるってこと。うん、いい馬を選べてるってことだよなっていう。やっぱこれが全てだよ、本当に。もう本当、なんか、圧勝だもんね、これ。もうだからもうこれ1周目じゃん、これ。俺、吉村さん1周目だよね、1周目。うん。むしろ。もう2周、これもゴール前なんだけどね。全然追う必要なしみたいな。そうそうそう。この馬って昔のスマイルプロミスとどっちが強いの？スマイルプロミス懐かしいなみたいな。いや、ちょっとね、単純に比べるのは難しい。まあ、2歳でね、まあ、開放骨折で死んでしまった馬なんで、まあ、単純にこう比べるっていうのもなかなか難しいんだけど、まあ、いい勝負はすると思って、まあ、実際ね、もう C2 で圧勝してるわけだから、うん、そうそう。今も10連勝したら特別手当ある。なんかあるらしいけどね、あるらしいけど、まあ、そこまでは多分というか、そこまでは、園田にはいないから、うん。中央で芝走らせます。はい。A クラスに行くには5勝しないくちゃいけないってこと。ね、C1、B2、B2、B1、B1、B1。だからまあそうだね、5勝。5勝すると A2 かな。そうそうそう。いうことで。まあ、余裕ですね、みたいな。そうそうそう。中央芝で下ろすは下ろすわけっていう。まあ中央芝行きますよ。うん、ただまあ最大目標は、まあ俺が自分で調教をつけて障害飛ばす。うん、もうそれがもう最大目標。こういうテンプスは障害のセンス俺絶対あると思ってる。うん、だからもう障害を覚えさせて、いける。まあやっぱり吉村さんがどんだけ押しても引っかからないと。かからないというのを言ってたんで、まああとは俺もどんな馬乗ってもね、馬がすぐ引っかかるんだよ。乗馬の馬でも引っかかるから、俺が乗って引っかからなかったらもう本物だなと。うん、そうそうそう。スマイルあるらしい。うん、あるらしいみたいな。そうそう。このまま中央行く。行く。だからこのままもう中央行く権利はすでに持ってるんだけど、習得賞金をちょっと積んで有利にやりたいから、もうちょっと園田で頑張ろうっていう。うん。そうそう。平場でダメでも障害は合いそうだね。そうそうだ。本当ね、この馬多分相当賢いし、引っかからないっていうのは、中央の障害やれると思う。あとは障害飛ぶセンス、うん、もうそれだけかなっていう、まあいうことで、ね、まあ、口取り、この後ね、ちょっとまあ、ちょっとした事故というか、まあ、このちょっとアーカイブ、まだちょっと上げてないけど、この後上げておきますんでっていう、まあ、馬主自ら、口取り、馬に乗ってしまいましたっていう、まあ、そういうちょっと粋な計らいがありましたっていうね、うん、あれどこで見るんだっけ、うん、これどうやって見るんだっけ、これ、テンプス買えばお金持ちになれるのっていう、テンプス、まあ、馬券だともう人気になっちゃうからね、だからそこはちょっと、ソロだと難しいかなみたいな、あれどこで買うんだっけ、これ。どこで買うとか、これだ、ニコ生、これ、どこだっけこれ、これでいけるのかなちょっと待ってよ。競馬。ちょっと待ってよ、これで。ちょっと今、当日、2日のレースをちょっと見てみよう。うん。障害の強い馬は短距離馬多くねっていう、そう、よく分かったよね。障害強い馬というか、障害って、要は障害を飛ぶときに、まあ、都度息を入れながら走ってるから、だから、要は、あんまスタミナという感じじゃないんだよね。要は、障害飛ぶから、もうそこで息入ります。ね、で、飛びます。で、そこでダッシュ効かせて、次の障害行きます。で、そこでまた、息入ります。で、飛びます。だから、あんまスタミナというよりも、そういうダッシュ力ある馬の方が、割とやれてる。まあ、名勝ボーラーとか。うん。だから、テンプスも全然、まあ、長距離って感じじゃないけど、まあ、やれるよねっていう。この要は、そういう、なんか、操縦性の良さが、やっぱ一番だよねと。うん。っていうところですよ。だからもう本当吉村さんのコメント聞いて、ああ、もうやれるなっていうのは、思ったよね。7レース、これか。うん。どれだ。ああ、中央の障害って距離長くないかいって。まあ、いや、長いんだけど、さっき言ったように、要は、息が入り続けるから、問題ないんですよ。うん。全然問題ないですっていうね。500万下まであと350万ほど中央で稼げますっていう、今ね、でも120万なんだよ。発送体制整いました。ちょっと待って、これどうやってこれスタートしました、第7競争です。ちょっと待って、これちょっと、どうやってなんで右下にピタッてくっつけるの、これ、こんなもんなの、これ、なんかすごい、もうちょい、言ってほしいんだけど、うん、ちょっと僕はボトそうか、うん、もうこのなんか、上と左がいらないんだけど、これ。だから今ね、JRA の職員さんに聞いて、今、取得証券これいくらになるんですって言ったら、120万らしい。だから、まあ、ぶっちゃけ言うと120万で、まあ、これまたね、単純計算じゃないから、380、379かは、いけますよ。うんスマイルプロバイドの表彰台に乗ってからもう3年くらいか、早いね。確かにね、もう一歩一歩、まあ、進んでるよねっていう。まあまあ、普通に、あるよ。スタートしました。第7競争です。ドーンみたいな、これ。ちょっとよれたスタートは、この勝っちゃうかもね、大きく遅れてしまいました。勝っちゃうかもね、負けちゃうかもね、だろうみたいな。今日も逃げる4番、マイネルテンプス。ちょっと待って、これ、こうしたらこれ。ああ、ダメか、これ。こうしたら、これなんかね、ちょうどブラウザーのね、ぴったりになったら、これ、全然なんねえんじゃねえかよって、これ。それから6番、AP エレナ、インコースから1番、桃色吐息池田です。外から8番フラックス、5番手に9番アイムワンがつけて中段です。障害のね、一番上とかだったら、ね、マイネル・シャテール、並んで2番ミニョンヌ、障害のG1だったら1億はないのか。でもその千葉と賞金も上がってくると思うけどね。離されてしまいました。スタート後に折れてしまった5番パッチャウカもね、最高峰。2コーナーで先頭4番のマイネル・テンプス、レースを落として逃げます。吉村リードは栗ほど。そのキレというのではなくてっていう意味でね。外から8番フラックス、それから馬がジョッキーいうことをしっかりと聞けるかどうかっていう部分がテンプスは優れてるから、そこはすごく向いてると思う。4馬身相手最高峰5番勝っちゃうかもね。首の高さというよりも3コーナーカーブを回っていきます。ここでペースアップ、後続を離しにかかる。戻ってしまった。1番のミニョンヌ、それから3番のマイネル・シャテール、4馬身相手最高峰5番勝っちゃうかもね。止まれてた時に止まるみたいな。ここができるからみたいな。これもう全然追ってないの分かるでしょ、これ。全然追ってないでしょ、これ。こんなことあるんだみたいな。ね、これ。これこそ馬なりだよ、もう。田原正規の、なんだっけ、3円3球だっけ、なんかちょっと忘れたけど、もう全然追わずにそのままみたいな。1で3着最後に等接戦6番 APL7 内外に8番ブラックス3着際どくなりました。ずっとこう抑えたまま持ったままみたいな。そう。この前に C2 勝ったのはラッキーだね。C1、C1 勝つのと同じなのに1キロゾーン7位で56で出られるっていう。あ、次ねってことね。だからちょっと結構ね、そこ迷ったんだよね。だから習得賞金稼ぐために、もう格上でいっちゃおうかみたいな、飯田先生とも言ってたんだけど、前走ね。前走というかこのレースね。4日の。どっちも正直勝てるから。ただ、別にどっちでもいいよねみたいな。で、もうちょっとやっぱ積みたいっていうのもあったから、結果一緒だったんだけど、結局は。次 C1 勝っても、200万超えないから、あんま意味ないというか。だから、もう1個格上で B2 までやるんだったら、ちょっとまた違ってくるけどね。そこでマイナス1キロ、半でもらえるから。障害行く馬と行かない馬いますが、なんででしょう。それはね、もうさっきも言ったんだけど、障害を飛べるか飛べないかっていうのを、まず障害のジョッキーが乗ってみて試すんだって。で、それでもう無理って言ったら、もうやらさせてくれないということらしい。だから、障害に出したいから、じゃあ前頭出せるかっていうと出せないらしいっていう、そういうこと。余談ですが、マイネル・テンプスが新馬戦で3着だった時の4着馬は、アメリカーナです。なんだっけ、金牌1着だった。それはなんかね、じゃあ、重賞級みたいな、あると思います、マジで。だから、ほんとね、なんか、友がパンとしてきたというか、馬がもうしっかりしてきた感じがあるから、多分ね、これ、芝走だったら相当走ると思うよ、マジで。ここはほんとね、やっぱり、厩舎の力。また押した分だけ伸びるというか、やっぱその吉村ジョッキーの力、これがだから、中央行って、どのジョッキー乗るのっていうのは分かんないけど、ね、岩田さんとか乗ってくればいいけど、なかなか難しいだろうし、だそこはちょっとどうなるか分かんないけどねっていう、いうことで、競争成績、本当ね、余裕です、もう一切追わずで、5馬身差、8勝ですってことで。全部関東行きかっていう。基本関東ね。何頭持つかにもよるけど、一旦は、そうだな、2頭で回していく感じ。今年のシンバとテンプスで回していきながら、ちょっと引退馬が出たら、シンバ入れたりとか、また別のオークション馬、俺が相馬眼でバッチリ狙って、入れていくみたいなところ。南関東もね、ちょっと興味あるというか、南関東もちょっと浦和せっかく場所会入ってるし、なんかちょっと使い道があればね、そこにも入れたいなとは思ってんだけどね。テンプスね、ちょっと圧勝すぎて、マジで。本当に。これもうなんだろうな、もう、もこれすごいよね、本当に。まあ、正直言うと、飯田先生も俺も、ここまで走るとは思ってなかった。もう圧勝だもん、これ。1秒1秒。まあ、ここはちょっとね、よくわかんないまで負けたけど、1、2秒。で、まあ、これもう余裕で1秒。うん。もう圧勝だもんね、これマジで。浦和の場所会なの。一応浦和に入ってます。はい。ただ、まあ、馬1頭もいないんで、まあ、ちょっとどうしようかなって思ってるけど。うん。だこの、なあ、これもう本当、まあ、これ勝ってても、まあ、勝っても、まあ、いいんだけど、この時の、なんかちょっとね、勝ち馬、この、サムデイ・サムウェア、単勝万馬券だっけ、うん。まさか刺されるとはねっていうのがあったけど、まあ今、習得賞金120万なんで、まあ、あと80万積んだら、まあ、中央、あとはまあ、検疫のタイミングを、まあ、松山先生と話しながら相談して、まあ以降、まあ、ちょうどシンバと同じぐらいの時期になればね、ちょうど回しやすいし、外球との、まあ、調整がしやすいから、まあ、そのタイミングだといいなと思うのと、まあ、吉村さんもね、言ってたんだけど、まあ、頭打ちになるまで、ダートが、そのダーでまあ使って、で、それでまあ中央入れても全然遅くないよねって、うん、そんな感じ。そうそうそう。今、本気で走ったらどれぐらいのタイムで走るんだろうね。まあ、30切るよね、多分。うん。1分30は普通に切るんじゃないかなとは思うけど、まあ、もうバーだったっていうのもあるけど、普通にここは切ってくるんじゃないかなと思うんだけど、この活躍ぶりは、当該込みのリスナーの声援は関係ないのっていう、ちょっとよくわからないですけどね、まあ、なんとも言えないですけど、まあ、少なくともアンチ涙目っていうところはあるかなみたいな、そうそうそう、ゴールデンバローズクラスが地方移籍しちゃ、ダメだよなっていう。まあでもね、なんて言うんだろう。まあ俺も結局中央マルシとしてデビューしましたと。まあデビューしたとまだ馬は入れてないけど。で、それでまあ中央で活躍した馬をそのまま地方に下ろしますっていう風になった時に、まあやっぱそのなんかちょっと無双、地方で無双入りますみたいなところは、まあなんかあったら、まあそれはそれで夢あるよねみたいな。そうそうそう。まあ、ちょっとなんか、メジャーリーガーが高校球児なんかをいじめるみたいな感じあるかもしれないけど、まあでも、まあ、気分は悪くないよねっていう、そうそう。園田で勝てなくなって中央で通用するのっていう、芝馬なんで、うん、そこを間違えないでほしい。あと、まあ、正直、園田レベル高いんでね、やっぱり、BA になってくると、普通に500万下は、まあ、B1 ぐらい、B1 ぐらいかなっていう。うんだからそこは、やれます。はい、余裕ですっていう。しかもこいつ、芝馬なんで、ダートで渋々走ってますけど、はい。全然やれますよねっていう。うんグレートパールは佐賀にいるが、復調してきたぞっていう。だから本当ね、なんて言うんだろう。やっぱ調教師の力、技術っていうのは全然あるし、地方と中央でも、やっぱその地方でね、飯田先生もそうだし、和田先生もそうだし、やっぱ国先生もね、やっぱこう力があるというか、やっぱこう、なんて言うんだろうな、技術があるというか、うん。まあその設備がなくても、まあその馬をちゃんと仕上げられるという力を持ってらっしゃる先生方に預ければ、馬は全然変わってくるよねっていう。うん。そうそう。プロバイドといい、テンプスといい、破産が現実味を帯びてくるといい馬引くよねっていう。やっぱ必死なんだよね。もうめっちゃ必死だから、もう死んでしまうわけだよ。マジで。だからもう、なんとしてでも、いい馬引かないと、破産するから、マジで。なんで、まあ、頑張って、ね、本当にいい馬を選ぶというのは、もう馬主としての生命線だから。うん、そうそうそう。まあ、こんな感じで、そうそう。でも、この、スマイネル軍団のホームページね、URL は今多分、この、なんだっけ、この上の、なんか、コメント、なんていうのなんか説明欄、上のなんかあるでしょ、このニコ生の。そこに、書いてあるけど、なんか、genu.jp、genu.jp、うん、です。はい。そこにあるんで、まあ、投稿してくれる人は、まあ、ここから、ユーザー登録すればいいし、別に見るだけだったら登録しなくてもいいから、そうそう。なんで、まあ、そこからやってくれれば、まあ、まもなくね、大原さんの動画もここに載るんじゃないかなと思うんだけど、そうそうそう。で、まあ、ごませさん、今日はもう、ね、年をまたいでごませさん引退した可能性もありってことで、そこはちょっとわかんないけど、で、ここで、あれどうやって見るんだっけちょっと待ってよ。ちょっとどうやってやるのちょっとね、まだね、ちょっとよく正直ね、やり方はよくわかってないんだけど、どっから見るんだろう、これ。ちょっと待ってよ。ここで、開いて、新しいタブで、これでいいのかなあ、これでいいか。こんな感じで。まあ、こう、クリックすると、なんだその動画とかが、まあ、YouTube とかは、まあ、埋め込みみたいな感じになってるページ、を、まあ、追加できるみたいな。こんな感じで。ニコ生なんかね、ちょっと難しいらしいんだけど、ちょっとよくわかんないけど、そう、こんな感じ。だから、まあ、Google プラスはなくなるから、まあ、その代わりその代わりだよ。そうそうそう。でも松野さんは立派だよ。今、今年も元小敷の地方競馬を皆さんよろしく。どういうことなんだから。元小敷ってどこに元無職だろうっていう。なんでかわかんない、まあなんでかわかんないこともないけど、まあ、地方競馬の馬主始めたときは、なぜか無職になってしまいましたと。まあ、それは、園田で馬主やると。まあ、南関東ではちょっとお金がなかったから、できなかったから。まあ、あとちょっとまあ、その時のご縁があった人がね、まあ、園田ってことで。だからもうそれで、まあ、仕事を辞めて、もうすべてのね、を捨てて、まずは実家に行きましたと。で、お母さんの犬をお母さんのね、お手伝いをしながら、まあ、ちょっと軽くニート入りましたみたいな、まあ、感じしつつ、まあ、トレーニングセルで馬を買い、で、満を持して、まあ、園田に、まあ、突撃みたいな、まあ、近くのその工場で働きながら、馬主をやってたので、まあ、元無職の、地方競馬という名前ですね、みたいな。そうそう、これ何っていう。これ、Google プラスがなくなってしまうんで、写真ね、佐藤義さんとか、ごますいさんとか、その写真、動画を作ってくれた、ね、撮ってくれた人が、上げられる器を用意しましたっていう。まあ、3月末かな ?4 月までかなは、あるんだけど、もう用意しとかないとね、なくなってしまうんで、そうそうそう。写真はここにどんどん載せてもらったら、こんな感じで公開されるようになるっていう。まあ、せっかくだからね、ちょっと俺も勉強して、かっちょよいページになるように、こんな感じで、年末年始やりましたっていう。YouTube、YouTube でも、実家は愛知です。そう、実家愛知。そうそうそう。これ何URL 開く。ハゲおめ。ね、ことよろってことです。そうそうそう。で、YouTube とかはもう、ピッてURL 貼るだけで多分、辺はできるみたいな。何これピーって。川崎大師オープン2010ゴールデンバローズ史跡初戦。あ、そうなんだ。ちょっと待ってよ。これを、これか。シアターモード。なんででかさが、こんなもんこれ右側大丈夫これ。なんか、切れてるように見えるんだけど、これ。そうそうそう。だからもうやっぱりね、この中央で活躍した馬が、まあ、別に地方来るのはね、そんな悪いことはないと思う。やっぱ強い馬が地方にいるというか、まあ、強い馬は人気だからね、普通に。まあ、それが生え抜きだったら、まあ、なおよしみたいな感じはあるけど、まあ、強い馬が地方にいること自体、まあ、もちろんね、馬主にとっては、なんかもう勝てなくなっちゃうから、おい、勘弁してくれよっていうのはあるかもしれないけど、競馬場は盛り上がるよね、普通に。僕も愛知県民です。同郷ということをお聞きして非常に嫌です。なんで嫌やねんっていう。そこは喜んどけよっていう。そうそうそう。てか、関係ないけど、やっぱ川崎のこの戦力ってなんかいいよね。ポケットスタートで一周ぐるっと回って参るみたいな。ただなんか、カーブがきつすぎるよね。カーブが。まあ、俺が走ってる草競馬の方がもっときついけどね。そうそう。こんばんは、楽天オークションの使い手さん。いや、楽天オークションはね、ほんとね、まだやれるよね。やっぱしっかりと、交流なのこれ。ゴールデンバローズじゃあ普通に何なんだ、これ別に地方に研究したわけじゃないんだよね、これ。どうなの今年の抱負はっていう。まあ、JRA で、もう爪痕をやっぱ残そうよねっていう。メインレースを迎えました。大師オープン。距離1600m、1番時のエクセレント。出走を取り消して、この競争10頭で争われます。まあね、もちろん右回り左回りの違いはあるけど、超交流競争ですが、第3コーナーからビューッとまくりながらのみで争われます。そうそうそう。爆入り進んで11番インフォーマー10頭目。でも交流って書いてあった。これ地方交流なんだ。最後にゲートへと誘導されます。そうそうそう。確かにね、さっき、南関東だけでみたいな。11番のインフォーマー。うん、感じ終わったから。ゲートへと収まって。JRA の馬が出てるわけではないね。10頭ゲートに揃いました。スタートしました。結局なんか、なんだっけ、年末のね、東京大賞典だっけ、その、まあ、東京ダービー、ラブミー君が主導権を握っていきそうです。ラブミー君だって俺元 JRA でしょ。5番のストロングハート、今2番手。直後当番アポロナイスジャブ。内を通っては7番シャドーチェイサー、3番レッドソロモン。後位集団固まりまして、外目から近づいてくる9番のゴールデンバローズ。9番ね、1馬身半、2馬身開いて11番のインフォーマー、内場8番代々木マック、1コーナーカーブに入ります。後ろ2頭は6番シグナルプロシード、内を通って4番ツインクルソード。どんな扱いを受けるかが分からないから、前は1コーナー中間、残り線の標識通過。ティアラは地元デビューのリードは1馬身半、5番ストロングハートが2番手、1馬身半差、3番手4番手は並んで、3番レッドソロモン、当番アポロナイスジャブ向こう上面、2馬身後方前から5頭目、9番ゴールデンバローズ、少し内に入れていきました。その後方11番のインフォーマー続いています。内目は7番シャドーチェイサー、後方のグループに8番代々木マック、並んでいった6番シグナルプロシード、4番ツインクルソードしんがりを追走しています。前は3コーナー、少し下がったのは6番シグナルプロシード、前は3コーナーに入って先頭2番ラブミー君、並んで5番のストロングハート、400の標識を通過、外に出して追い上げる9番ゴールデンバローズ、外側から前に接近、内には3番レッドソロモン、前4頭固まって4コーナーから直線、逃げる2番ラブミー君、迫ってくるのは9番のゴールデンバローズ、2番手からじわじわ差を詰めてきた、3番手以下はやや離れまして、内3番レッドソロモン、並んで5番ストロングハート、さらには11番のインフォーマー、前は並んでくる1番ラブミー君を外から捉えた9番のゴールデンバローズが先頭でゴールイン。これキレが違うよねこれ。まあラブミー君もラブミー君強いんだけどねこれ。9番のゴールデンバローズ、逃げた2番ラブミー君を捉えました。南関東天入初戦を白星で飾りました9番のゴールデンバローズ、安城は吉原弘人騎手、2番ラブミー君逃げ切りを図りましたが2番手、3番手争い3番レッドソロモンと5番ストロングハート並んで接戦、あとは11番インフォーマー続いています。なお道中で6番シグナルプロシード競争を中止しています。9番のゴールデンバローズが逃げた2番ラブミー君を差し切りました。9番ゴールデンバローを使って2番ラブミー君2番手、3番手争いは3番レッドソロモン、5番ストロングハート、2頭並んで接戦です。勝ち馬の確定まで投票権は大切にお持ちください。第11競争でした。馬にはなかなか出ない部分だよねっていう、中央の馬だなっていう感じのこのなんかはしますよねっていう、うん、そうそうそう、なるほどな、うんまあいうことで、うん、まあそうね、ちょっとこう、まあ、テンプスの話戻るんだけど、まあ、もうちょっとね、園田に、まあ、いて、その賞金面で稼いでからね、ちょっとまあ中央行こうかなと、なぜか2番人気だった、ラブミー君が1番人気、うん、まあ、なんて言ったらいいの、まあ、レベルの高い話ですよね、今言うと。まあそのテンプスは、まあ、どっちかというと、今狙っているのはまあ中央の芝だからね、まあ、仕方なくというか、まあ、それは条件がないから、まあ、園田、ね、芝ないんで、うん、そのまま普通に、まあ芝まあ、砂で走るしかないと、今年中央に何と入れるのって2頭。うんまあ、2頭いた方が、やっぱりその回しやすい、外球に1頭、まあ、予託で1頭で、そうするとまあ入れ替えでこう、ね、こう交互にやっていけば、まあ、9車空くことないんで、まあ、回しやすいよねっていう、スマイルティアはどうするのっていう、まあ、ちょっとそこは、まあ、私先生と話をしながらだけど、まあ、シンバと入れ替わりかなっていう、うんまあ、感じはしてるけどね。うんまあ、なかなかやっぱ難しい。もう今、一番下のクラスのさらに下みたいな。多分、園田最弱っていう言ってしまっても、これ過言ではない状況は、まあ、正直厳しいと。うん、そうそうね、お疲れありがとうございますってことで、まあ、いうことで、まあ、ちょっと、ティアラの話はね、また改めてっていう感じ、あとは、まあ、プロバイドのちょっと反省会、また改めてって感じ、まあ、55もね、含めてなんですけれども、まあ、とりあえずね、テンプス、非常に、良かったねっていうことで、まあ、もう中央に戻る権利はもう取ってますと。うん、なんで、まあ、いつでも戻れる状態ではあるんだけど、もうちょっとね、習得賞金をしっかり積んでおけば、テンプス自体も長く中央で再度、再転入した後もやれるので、そこをやっぱりね、大事にやっていきたいからこそ、今ちょっと焦らずに、園田で、もうちょっと賞金、あと80万ね、を、稼いだ上で、中央に行きたいと思いますということで、やっぱりね、ブレスもそうだったけども、マイネルで、俺のはずの、JRA の、勝利もいけるんじゃないかなと思いながら頑張っていきたいと思いますということで、また明日はね、ティアラの